野谷くんがフォートナイトガチで上手くなりたい、練習したい。練習してたんじゃないのさっき俺らと。さっきの練習にも入っていけないけど。違います。練習にもなんねえか。そうなるか、このや。すまん、俺らじゃ力不足だ。サビルンルンのデブって言ってたし。オスみたいな匂いがするって言われたな。ガチで汗臭そうだから一生会いたくないって言ってたしね。そういうのガチでメンタルくるんでやめてもらっていいですか。そうなると俺らがいじめてるみたいになる。そうだよ、弱いよ。本当にそうだよ、コネや。たまにはコネぶつかってみてこいよ、俺に。そうだよ、お前。ぶつかり稽古だよ。受け止めるから。俺のマップ行きましょう、俺のマップ。あ、デブでいい、デブで。俺のマップ行きましょう。マップデブでいい。たまさん喧嘩強そう。喧嘩強くないです、私は。アルケンと朝倉未来だったら、アルケンが強いですよね。大盛りされて逆に細くなるんじゃない？脂肪取れそう。アルケン喧嘩打ってみて。膝ばっか攻撃されそう。デブもう足やられたらもう終わりだからな。アリケンがさ、なんてかのしかかれればさ、勝てるくない？いや無理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 。え、そんな強いんすか？え、すごいよあの人は。うん、あの人は本当に。あの人はもうレベル違うよ。ルフィより強い。いやでも俺5人ぐらいいれば勝てると思う。絶対無理。え、じゃあアリケン3人は？アリケン3人はでもどうだろう。アリケン3人は重なっていけば重なっていく。この世はクリスマスとかどうすんの？クリスマス親と過ごしますよ。いいことだと思うよ。普通だよ。俺クリスマスはエンジョイするんだよ。何家から出ないですけどエンジョイします。インターネットで。インターネットでエンジョイします。誰かともしかしてうちゃんと。うわ。ああ、ワンチャンあるかもしれないですね。ワンチャンあるかもしれない。いやインターネット夢あるな。よしよし行こうみんなアリケンち集合。クリスマスパーティーだ。アリケンクリスマスどうすんの？ケンタッキー一人でずーっと食ってるかもしれない。ケンタッキー限界まで食う。バカ悲しい。泣きながら。なんかこのケンタッキーしょっぺーやって言う。おお、ぶっ壊してるやつがいる、ぶっ壊してるやつがいる。やばい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 。嵐だ嵐。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やめろって。やべやべやべ。あの矯正しちゃった。この隕石誰この隕石。隕石ちょっと。ね、玉尾さんの島かよ。俺のリスナーが3時間かけて作ったのに。3時間が一瞬にして。あれ？復元すればいいの復元。なんかおかしくない？そうそうそう復元復元。オッケー復元ね。はい。え？怖い怖い。全部怖い怖い。待って。はい天才はい天才。はいはい天才。いきなり壊してるやつがいるぞ。はい誰？じゃあまずはぬめもお耳行こうか。はい。よしじゃあ行くぞぬめもお耳。よーいスタート。打つなわかったからもう。なんか建築が君はまず縦積み練習した方がいいな。いいよ上取ってるくない？上取ってる上取ったらすかさずおーあ落ちたあ上取られた本当あ落ちるはいということで2回目。やばい手汗がやべえこのやに負けたくねえよいスター！え、タモさん剣バトからあ、じゃ縦積みから縦積みからだね、ほんとにタモさんもおー、上取ってるね慎重ですねあ、しんどいんじゃないタモさんこれタモさん、M いいから怖いんだよな建築はうんこだとなるほど強いようになったね野谷くんだ、上で待っているやべ、マジかよ、危ねえ。あ、おーい、誰だ？撃ったのは痛い。やば。やばい。うわー、死ぬ。ガチ。やばいお前。おい、違うとこが敵になってるぞ。やばいって。あった。ふわふわしよう。近くまで行こう、近くまで。うわー。横から振ってたやつさあ次は高木アリケンやりますかやるかさあ始まりましたアリケン vs 高木怠慢が強いらしいアリケンは上取ってるアリケンさんがうまいのかえなんか振ってきた誰やめなよ本当にまともじゃねえなこの戦い本当にいたタイマーもそうもないやん誰言ってんのお耳じゃないますよ。お耳だろう。おっとハリケーンが上から撃っている。待って待って、やばい。おお、すごいいい勝負してる。お互い攻める。ああ、勝ったのは高木。じゃあ次は PS ペガサス。そっとこれは因縁の対決じゃないでしょうか。ああ、何でも因縁の対決にしたがる玉尾さんですが、因縁の対決です。あれてか PS しゃべんなくね。あれいるたまは迷子にしてたね。やめろおい。さあ始まりました、ペガサス VSTS。 おっと出だしペガサス少し遅れたか。おっと打ち下ろす DS。 まあでもハイカラ取ったの面白くないんで。おっと攻めに行く。今日調子がいいらしいですからね。その調子でいっちゃうんでしょうか。調子がいいんじゃなくて強くなったんですよ。調子こいてるんですかね。最近は調子こきまくりですよね。おっと調子、おお最近調子こいてるのにあまりいい気がしないペガサス。邪魔だなこれ。楽しい。おっとハイグラ。ああでも2人ともいい位置にいるな。迫力がすごいな。本当にすごい。迫力がすげえなやっぱり。いや。顧問の先生みたいな。テニス。頑張れ。テニスのカセット。はい。あいけいけ。顧問は地獄を見た。お互いがお互いのプライドをかけて勝負というのは。うわー。おっと。ずれた。さあこのベースヌメモンスタート。今度は安定してますね、縦積みが。さあ、おっと、打ちすのか、お、打ち下ろす、おっと、これはちょっとぬめもミスをしてしまったか。一気に釣れます、コナ君。なんか、もう一人いない。お分かりいただけた。TS が折れている。おい、TS 何しようや。おめえ誰？お前誰ですか？さあ、さあ、お前。あの実況者はそこまで。間違えるんだけど。実況者は実況者席にいてください。はい、ということで、ぬめもんやられてしまう。いきますよ。はい、レッツゴー。Oh my god, fuck. さあ、このエア VS 高木、最近この絵上手くなってるからね。これはね、どうなるか非常にわからないところ。しかし、建築の速さは高い。おっとモンスターすげえ。おっと、これレアボスが出現しましたね、エリア内に。さあねえ、打ってくんのやめて。ちょっとねえ、もうさ、勝ちでねえ、もう死ぬ。人には当てないでくださいね、絶対。人には当てないよりも。おっとおっと、すごいな今の。え、ギリギリ高木がコナヤを倒しましたね。お耳の視点になったんで、お耳ちょっと一回死んでください。死んじゃった。さあ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 、最近うまくなったと噂の高木くん、ペガサスにここで一矢報いることができるのか。おおおお、怖え。うわあ、一気にやられました。ショットガンが。最近お耳を打つのをちょっと自分の中でマイブームになってる。ボットみたいになってるもん。ボットだよな。いや、ボット以下かもしれん。いや、ボット以下だよ。ああ怖え。じゃあラスト1回いくよ。じゃあこれで勝った方が優勝。優勝。これで勝った方が優勝か。あれ、さっきの戦い何。あじゃあそれで勝った方が優勝でいいです。優勝した権限を渡すとアジア1位も渡してくれるらしいです。別にこんな経歴欲しくもなんともねえっていう。だから玉尾さんたちのことバカにしてるんですよ。バカにはしてないですけど、いらないです。言うね。おーおお、勝つため24。真剣だね。真剣です。お互いはお互いのプライドをぶつけていますから、すごいですね。頑張ってください。お分かりいただけただろうか。おっと、ワニワニモンスターが現れました。さあモンスターと積むね。モンスターはどこ行ってしまったんでしょうか。いつの間にかどっか置いてかれてます、モンスターが。いや、お互い譲りません。おっとここで横を横からしっかり。おお、すごい。あの状況で TS 選手勝ちました。まあ焦らないことが大事っていうことですね。めっちゃ調子いいな TS。 ということで、第1回アジア最強決定戦 ADS アジアお前がナンバーワンだろこれでアジア最強。